最近の話だったらたくさんあるけど、1年振り返ってってなると、長いようで短いし、短いようで長いから、まあでも今年はちょっと新しい出来事っていうか、まあ、新しくチャレンジ始めたことがたくさんあるんですよ。で、一つ目が楽天、楽天市場に通販で初めて入ったことと、そうですね、それで結構バタバタ、ちょっと3人で回してるので、うちのショップがちょっとバタバタバタっとなっちゃって、しばらく本当何ヶ月間かそっちに集中しちゃったので、結構ね、その時期に農園がねすごいひどい状態になっちゃったんですよね。雑草がもうとにかくひどくて、だけどもそっちに行く人がいないんですよ。もうハジジさんはそっちのパソコン その楽天出店ので忙しいし、もう一人のスタッフはもう管理、商品管理とかするのが大変で、私は私で開発の方、商品開発でちょっともうバタバタしちゃって、もうちょっとひどかった。なのでやっぱりね、ダメになった植物たちもたくさんあったりとか、まあね、自然栽培とはいえどやっぱりね、こう小さいハーブたちは守ってあげないと大きくなれないんですよ、だからちょっとできなくて、その後に台風でしょ。台風が来て、もう本当今までちょっと大きくなって、もう安心しきってたそのハーブたちがダメになって、話したかな、ユーカリとか、とにかくユーカリがもうほぼ全滅、ミモザ、一番シンボルツリーだったミモザが折れあとティーツリーとかね、そういうのもダメだった。でその後にでもしばらく行けなくて、でそれが終わってからですね、こうちょこちょこ行くようになって、畑の整理したりとか、いろいろ動けるようになったのは、で私も私でちょっとね、まだまだ、開発をちょっとこう極めたいっていうか、いろいろ調べたいこととか、もっとやらないといけないこととかたくさんあるんだけど、もう来年に回しました。それはもう今年はね、結構早い段階でもうちょっと年末モードになっちゃって、もう周りからすごいもう働けって言われるぐらい、ちょっとねもうテンションが上がらないんですよ。どうしてももうね、まったりモードになっちゃって、でその年末モードになっちゃってて、でそうなったのはですね、ちょっと夫婦揃って11月にコロナに感染してしまいまして、今回今年に入って、あれ、石鹸を、今まで販売してた石鹸を一回全部なくして、で全部リニューアルしたんですよ。で今、したんですけど、今発売されてるのが、これもね徐々に増えていく感じです。今そうですね、リニューアルして発売されたのが今5種類そう、もう今年一押しのですね、まあ、茶葉化粧水発売しましたけれども、茶葉石鹸というものが、はい、出来上がりました。こっちのミニ石鹸もあるんですよ。こうお試しで使える分と、ちょっと大きめのこちらの分、もうこれね、本当にこれ素晴らしいなと思って、出来が自分で言うのもなんだけど、香りも、あ、これね、香り私がブレンドさせていただきました。あと内容もね、OEM にお願いしてるんですけれども、そちらの女性の方とずっとこうお話しして、内容も全部決めて、はい、出来上がったものなんですけども、本当に使用感もいいし、香りもこう茶葉を感じられるような香りなんじゃないかなと思ってます。実際自分の家でも今お風呂にはこの茶葉石鹸置いてますけど、子供も好きだし、で子供の肌にも全然いいし、まあ、赤ちゃんはダメです。赤ちゃんは精油が入ってるからね。うちのハジジさんも大好きだし、私も大好き。こ
これはね一度ぜひ試していただきたい商品です。このクレー石鹸が、グリーンとエクルベージュ出来上がりました。これもねどちらも、うん、いい言って本当にいいのって思うかもしれないけど本当にいい今までの石鹸よりもかなりいいんじゃないかって思ってます実際は、うん、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をして最新動画をお楽しみください。それと、はい、このねローズゼラニウム石鹸、これがね本当にうちのメインですね。メインっていうかまあローズゼラニウムとホーリーバジルの石鹸、はい、ちょっと今回ホーリーバジルは前回はね白だったんですよ、こんな感じの。だけどもちょっとやっぱりこうホーリーバジルって赤紫っぽい感じでしょ、そのイメージをちょっと出したくて今回はこれねシコンを抽出したオイルが入ってるのでこういう色になってます。なので本当に私たちのそのアンチエイジングとか本当にこの時期に肌がかさついたりとかする方たちはこのローズゼラニウムとホーリーバジル石鹸すごいおすすめです。どちらもこうもっちりした感じの泡立ちもいいし香りもすごくいい。でどっちかというとこっちのね、ホーリーはすごく華やかな香りになったんですよ、仕上がりが。だから華やかな本当フローラルなこうそういう気分を味わいたいっていう方はホーリーバジルすごくおすすめですし、ローズゼラニウムの方はどっちかっていうとね本当に自然なちょっとグリーン調が結構こうよりグリーン感が出るような優しい香りの石鹸に仕上がりました。石鹸って基本的には油分とかねそういう水分を奪っちゃうものなのでお風呂から上がったらもうパカパカするとかいう方とかたまにいらっしゃるんですけども、うちの石鹸はパカパカしません。本当にしばらく、まあ、もちろんお風呂から上がってねしばらくすると水分がなくなっちゃうから絶対にかさつくんですよ。だからこれ洗った後は必ず化粧水とか美容液クリームで必ず保湿をしてあげてください。そうするとお肌もね変わってきます、はい、これもね全部こういう感じでミニ石鹸のお試しもありますのでちょっとでもね試したいと思った方はぜひもうぜひ使っていただきたい。で次々にまたねいろいろ来年になってくるとまた新しいのが仕上がってきます。月桃石鹸も出るし、あと赤ちゃんから使えるヨモギとアボガドの石鹸もリニューアルします。出てきたらもうその都度紹介していきたいと思います。何とでも言えるんですよ口では本当に実感していただきたいです。今日も1時間超えだねもうなんか私のこういうライブはお料理なんかの時にラジオみたいに聞いていただきたいです長くなるからいつも。だからこそこういうなんかこう情報とかをいっぱいこうその時にバーって話しちゃうんですよね。あと年末年始ね意外と皆さんこう飲む機会とか増えると思うんですけども、ちょっと明けてから年明けてから今度はね解毒、もうとにかくそういった冬、年末年始で溜め込んだものを出すという解毒のハーブとか紹介しようかな。体をちょっと入れ替えてあげる、体の中のものを入れ替えてあげる感じのハーブたちを紹介していきます。